勝海舟、名言三選。ことを成し遂げる者は、愚直でなければならぬ。さえ走ってはうまくいかない。成功を収めるためには、複雑な戦略や巧妙な方法よりも、誠実で直接的な取り組みが重要で、目標達成において素直で誠実な努力が最も効果的であると述べています。人には余裕というものがなくては、とても大事はできないよ。成功を収めるためには、心理的な余裕や冷静さを保つことが重要であるという考え方を示しており、大きな決定やプロジェクトに取り組む際には、精神的な安定を保つことが成功の鍵であるというメッセージです。行いは己のもの、批判は他人のもの、知ったことではない。自己の行動に対する責任を持ち、他者の意見に振り回されない自立した姿勢を育むことの価値を伝えています。